どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、関西広域連合、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の問い41から問い50までの解説を始めていきたいと思います。はい、過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。問い41番です。はい、ここも第3章。特にこの問い41もなんか難しい問題でしたよね。いやー、本当に漢方薬の問題が多い。いや、こんなに出るかってぐらいな感じですよね。はい、じゃあちょっと文章見ていきましょうね。はい、比較的体力がある40歳代の女性。30代前後。30代後半からですね。後半から、子育てや仕事が忙しくて、そうですよね。忙しくなりますよね。そして、肩こりや脳性。そして、月経不順。そして、月経痛がひどく。そして、月経前になると、それらの症状がさらにひどくなるというと。ね。今回もひどい月経痛で、漢方薬を求めて来店したと。この人に最も適切な漢方処方制度を一つ選びましょう。いやー 一応答え見ていきましょう。答えはですね、4番が正解です。4番が正解です。これ、ぶっちゃけ言うと、情報が少ないです。いや、少ない。これで判断するんですかというところで、いやー、難しいですよね。これではね、まあ、ただ一応ですね、いろいろ見ていきますと、例えばですね、5番の貯冷凍。貯冷凍っていうのは、排尿痛とか、そういったトラブルがある方です。まあ、簡単に言うと、膀胱炎ですね。膀胱炎とかの、で、排尿痛のトラブルがある方に対しては、この貯冷凍を使っていきます。まあ、手引きにはですね、貯冷凍は膀胱炎使えますよとか、で、そこまでの疾患名は書いてありませんので、排尿痛とかそういった方に対して使っていきますので、なので、この方はですね、そういった排尿痛とかはね、特に訴えておりませんので、違いますよね。そして、3番の、桂枝加芍薬湯に関しては、こちらはですね、例えばですね、こう、リバラ、いたたたたたたとかってなってるようなタイプの人、特にこうなんかお腹がこう冷えちゃったりとか、そういうようなタイプにはですね、この桂枝加芍薬湯を使ったりしていくので、なので今回の方はですね、ちょっとこう該当してないかなと思います。そして、ですね、肩こりやのぼせ、もう肩こりとかはですね、冷えちゃってる人が多かったりするんですよ。なので、例えば1番当帰芍薬散とか、柴胡桂枝環境と、これもですね、肩こりとか、冷えとか、そういうタイプに使ったりしていきます。まあ、最後、桂枝環境とは、肩こりというよりも、冷えとか、そういうタイプに使っていくんですけど、なので、というところで、例えば、のぼせとか、ですね。そういうところに適用があって、そして、月経不順とか、月経痛というところでは、婦人科系の疾患の代表格のものを選んでいただくことが好ましいのかなと思います。はい、ということで、4番の桂枝茯苓丸ですね。こちらは、医療の薬でもよく使われている、婦人科系の代表格の、漢方処方となりますので、例えば、のぼせたりとかで、あとは手足がちょっとこう冷えちゃってるとか、そういうようなタイプに対してはですね、あとは、茯苓丸で、茯苓が入っておりますので、水分代謝をね、こう促していくような役目がありますので、そんなところで、まあ、こちら、4番が該当してくるのかなというところになりますので、4番が正解になります。はい、ということで、大丈夫だったでしょうか。はい、では次行きましょう。問い42番です。アレルギーに関する記述の制御について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解です。まず A です。アレルゲンが体内に入り込むと、その物質を特異的に認識した免疫アルブミンにより肥満細胞が刺激されますよ。違うんですね。これ免疫グロブリンです。はい、免疫グロブリンですね。免疫グロブリンなんですけど、免疫をイムノと言います。イムノっていうのは、イムノっていうのは免疫のことになりますので、イムノの I とグロブリンの G で、IgE とか IgA とか IgG とかいろんなものがあるんですけど、そういった、いわゆる、抗体です、これ。抗体ですね。そうなんですよ。抗体が、異物を特異的に認識していきますので、そんなところで肥満細胞がね、刺激をしていきますから、なのでここは免疫アルブミンではなく、グロブリンであれば正解となりますので、A は誤りです。それから B です。アレルギーの発症に関わるマスト細胞は肥満細胞とも呼ばれておりまして、肥満症にも関与してますよ。関与してません。B×です。何ですかこれと。
や、一応これも手引きに書いてあります。あの、注意事項のところに書いたんですよ。何かというと、マスト細胞というのは、その細胞の中にヒスタミンとか、あとはプロスタグランジンとか、そういったものをたくさん保有してます。特にヒスタミンとかたくさん入っているので、それをどん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 蓄えていくので、どん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 蓄えていくから、体もどん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 大きくなって、だから肥大化していく、どんどん太っていく、だから肥満細胞とかっていう名前がついてます。はい、なので、ここ、肥満症に特にね、関係があるわけではございませんので、はい、ということで B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解となりますので、3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い43番です。登録販売者が、顔、首、手の甲などに痒みがある顧客からの相談を受ける際、顧客への対応について正しいものはどれでしょうかということで、はい、答え、こちらは2番が正解となります。まず A ですけど、眠くならない飲み物を、希望されたので、ヒスタミンの作用を抑える働きのあるメキタジン、メキタジンはそうですよね。これ、抗ヒスタミン成分ですけど、これはちょっと眠くなっちゃいますので、A は誤りですね。それから B、屋外での作業を、すると症状が出ることが多いと、言っておられるので、ニコジンマシンの、可能性も考えられたということで、そうですね。B は正解です。それから C、こちらはですね、漢方薬を希望されたので、体質や体力の症状とね、確認し、陰鎮喉頭を推奨したと。いや、ちょっとこの情報だけだと、陰鎮喉頭がいいかどうか、ちょっと疑問です。って思っちゃう。思っちゃいますけど。はい。ということで、まあ一応これは C は正解なんですかね。正解になります。そして、B。B なんですけど、漢方処方製剤ではない一般用薬品の開運、アレルギー用薬を販売したが、4週間続けて使用しても症状の改善が見られない。結構使ってますよね。そう、ここでピピピピッと来てください。結構使ってるなと。だから、例えば、5日から6日間ぐらいですね。であれば、見られない場合はですね、医師の診療を受けるようにということでいいんですけど、4週間はちょっと使いすぎ。なので、そこがですね、誤りとなりますので、D は不正解、×となります。いやー、ちょっとこれも難しいですね。はい、ということで答えは2番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い44番です。鼻炎用点鼻薬に含まれる成分に関する記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解です。1番が正解。A、B、C 正解ですね。それから D、リドカインは、鼻粘膜の神経伝達を不可逆的に遮断することで、鼻汁の分泌を抑えますよ、となりますけど、不可逆的ではなく、可逆的になります。不可逆的というのは、ずーっと遮断しっぱなし。可逆的っていうのは遮断することもあれば遮断しない時もあるということで、比較的作用が滑らかな、こう穏やかなね、そんな感じになりますので、なので、こちら可逆的ではなく不可逆的というのは誤りとなりますので、可逆的というところでしっかりと確認しておきましょう。いいでしょうか。はい、ということで答えは1番が正解でした。では次行きましょう。問い45番です。眼科予約に関する記述について正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A は正解、B ですね。人工涙液は主として、結膜、結膜充血症状の改善にも用いられますよと言ってますけど、人工涙液というのはあくまでも涙液を補っていくのを目的としておりますので、B は誤りです。そして C は正解、そして D。一般点眼薬は主として目の洗顔。目の洗顔は洗顔薬ですよね。そうですね。だから、例えばですね、一般点眼薬とかはですね、こう、充血してるとかね、そういったところに使っていきますので、なので、答えは2番が正解となりました。はい、大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問い46番です。答えは3番が正解です。はい、点眼薬に関して相談を受けた際、登録販売者の対応に関する記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、A は正解、それから B、目の痛みが激しいと訴えている人には、抗炎症成分とかを勧めたと。激しいので、眼科に行きましょう。医療機関を勧めてあげてください。そうですね。なので B は誤りです。それから C、視力の異常を訴える人には、いやいやいや、これもですね、なんか違うんですよ。ね、アドレナリン成分、作動成分の点眼薬を勧めたというところで、これは、脳の異常かもしれないというところですね。そこで、もしかしたらそんな可能性もありますので、これも医療機関を受診することが好ましいので、C は誤りとなります。
はい、そして D なんですけど、こちら、こちらはですね、鶏卵によるアレルギーがある人には、グリチルリディン酸ニカリウム、ジカリウムですね。はい、鶏卵によるアレルギーというのは、これは、グリチルリチン酸ではなく、リゾチームでしたよね。はい、なので D は誤り。ということで、答えは3番が正解となります。はい、よろしいでしょうか。では次行きましょう。問い47番です。傷薬の、殺菌消毒成分に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは、5番が正解となります。5番が正解です。A は正解、それから B、ベンザルコニウムは、結核菌を含む、一般細菌、真菌類、それからウイルスに対して殺菌消毒作用を示しますよと言ってますけど、はい、こちらはですね、誤りですよね。ベンザルコニウムはこちらにも書いてみました。一般細菌には使える、そして真菌には使えるけど、結核菌、ウイルスには使うことができません。はい、だから、ここのところはですね、ダメですよね。全部に使えそうな感じにしちゃいますので、B は誤りとなります。それから C です。消毒エタノールはですね、種子とかのですね、消毒に使っていくんですけど、粘膜、唇などの消毒とかは適しておりませんので、粘膜には適しておりませんので、C は誤りです。それから D は正解となりますので、こちらは5番が正解でした。はい、では次行きましょう。問48番です。外皮溶薬として用いられる非ステロイド性の抗炎症成分に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A なんですけど、分子内に副腎皮質ホルモンと共通する化学構造を持ちますよと言ってるんですけど、非ステロイド性の抗炎症成分というのは、こちらはですね、副腎皮質の共通する化学構造、まあもちろん持つのもあるんですけど、持たないものがほとんどなので、なのでこの記述はですね、ステロイド剤の記述になりますから、A は誤り。それから B ですね、小児への使用についても、有効性、安全性が、確認されており、ケトプロフェンを主薬とする外皮溶薬では、小児向けの製品が市販されているようとなっていますけど、はい、これは誤りです。15歳未満は使うことができませんので、B は誤りですね。そして C と D は正解となりますので、はい、こちらは答えは3番が正解となりました。よろしいでしょうか。はい、では次行きましょう。では今度は問い49番です。はい、答えは1番が正解です。はい、A と B、ごめんなさいね、問題文見ていきますね。皮膚疾患に、用いる、代表的な、抗菌成分のうち、細菌のタンパク質合成を阻害することにより、抗菌作用を示す成分について正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちらは答えは1番の A と B が正解なんですけど、C はスルファジアジンに関しては、これはサルファ剤ですよね。なんとかスルフィ、なんとかスルファっていう特徴がありますので、はい、こちらは細菌の DNA 合成を阻害していくことが目的となりますので、タンパク質合成ではありません。それからバシトラシンは、こちらは細胞壁合成を阻害していくものとなりますので、このあたり大丈夫でしょうかね。しっかりと押さえておきましょうね。はい、ということで答えは1番が正解でした。はい、では次行きましょう。最後ですね。問い50番です。答えは4番が正解となります。はい、水虫、タムシに関するもので、括弧内に言うべきものということで、はい、水虫、タムシとかはですね、これはですね、白癬菌と呼ばれる、真菌類、要はカビの一種ですね。そうなんですよ。それが皮膚に、寄生することによって起きるものになります。だから、カビだから、なかなか根強いですよね。そう。だから、例えば、お風呂場とかにできる、ね、シンクのところとかにできます、こう、カビとかも、なかなかこう、根深いので、なかなか、やっつけるの、大変ですよね。そう。なので、私たちの、体にできる、この、水虫、タムシとかもですね、この、カビの一種なんで、結構根強いんですよ。はい。だから、そういった意味ではですね、スリッパとかタオルとか、そういったものからね、返して感染する。こともあったりします。だからしっかりと風通しを良くて清潔にしておくこともすごく重要です。はい、そしてブテナフィンに関してはそのようなところでは白癬菌のですね細胞膜の構成する成分の産生を妨げますので、特にですね、そのような抗真菌薬というのは、アプローチの仕方が違うものが何個かありますので、ぜひぜひそのあたり、しっかりと確認しておきましょう。はい、ということで大丈夫だったでしょうか。はい、ここまでですね、今回もですね、結構難しい問題がちらほら出てきておりましたので、まずは基本的にできるところだけをですね、しっかりと確認していきましょう。そして余裕があれば難しいところもですね、少しずつ抑えるようにしてあげてください。
はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、下の概要欄のところに LINE アットの、登録などもしておりますので、登録などしていただきますとですね、試験の情報だったりとかそういったことも配信させていただいておりますので、ぜひぜひご登録お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。